今日のこの初戦、日本代表どういったところに注目されていますか。僕も今ね、七海さんおっしゃったようにいかに先制点が取れるかに注目しますね。はい、100年ゴール、日本先制を奪います。日本ゴール、山口ボールを切り、自分で持っていく、飛んでゴール、素晴らしい連携。日本すごいですね。ここで終了をつける長い笛、2-0、日本見事勝ちました。早いアプローチです。七海さん、ここまでご覧になっていかがでしょう。ここまで両チーム無得点ですけど、当然だと思いますね。日本、いやー素晴らしいな。日本の高橋、大きく縦へのボール受けます。ここ勝負ですね。切り返してですね、リードと追加点、日本。日本、さあ日本、これはもう、さあ笛が鳴りました。2-0、日本勝利を得ました。どのようなボールを選択してくるのでしょうか。コーナーキック、シュートに行けるか、スタート、このチャンスですね。これはどうだ、いやー素晴らしい、日本先制を奪います。日本決め、スルーパス、シュート、日本決められてしまった。イラパーへ、時間がない、ここで笛です。1-1、同点です。試合終了です。さあ北澤さん、うまいですね。ふわりとしたボール、さあどうだ、いい形ですね。いやー素晴らしいゴールですね。決まった、先制したのは日本。さあ日本、長谷部から本田、守備陣の緩慢なプレーを見逃しません。どのようなボールを選択してくるのでしょうか。コーナーキック、スタート、ゴール、素晴らしいですね。ここでさらに突き放した、長い長い笛が吹かれました。試合終了です。日本勝利。披露します、遠藤から本田、さあどこへ出すのか、いってましたね、さあ蹴るぞ、来た、日本、いやー素晴らしいな。気をつけたいですよね、特に自らの失点だけは避けたいですね。後半どんなドラマがあるか、ゴール決まった、素晴らしい、見事な連携、追加点日本、これ。そしてここで最後の笛、2-0、日本勝利です。もう本大会のステージが手の届くところにあります。今日勝てば日本代表はグループリーグ進出が決まります。そして引き分けても進出決定。我らが日本代表が今その大きな大きな一歩を踏み出そうとしています。進めたい日本代表、
いい打点ですね。本田亮太、こうしてゴール。素晴らしいゴールですね。決まった。先制したのは日本。日本決めた。ベースを狙ってきます。あ、このボールはクリアです。あそこからさらに崩されると決定的な場面を作られてしまいますからね。この判定に猛抗議を見せていますが、これは PK の判定。日本なんとかリードを保ちたいところ。追いつかれてしまいました。さあ残り出してくる。ボールコントロール狙いますよ。さあ決まりましたね。キャプテンにシュート。いやー、いやー、ゴール、素晴らしいな。勝ち越し、日本のゴール。さあ日本土壇場で1本、ここで笛です。2対1、やりました日本。サムライブルー、インターナショナルカップ本大会への道押し上げた日本。いやー、まずは本戦出場決まって一番締めていたところですね。結果日本はこれからアジアの代表として見られるわけですから、それも心に念じながら日本代表の誇りを持って戦っていくんですよね。そうですね、ありがとうございます。いやー、我らが日本代表よく戦い抜きました。スルーパス、シュート。いやー、日本決められた。本田へ、今度スタート、ゴール、ホットライン、火を吹いた。日本決まりませんでした。エリア内に枚数と持っていたので絶好のチャンスでした。最後前線にボールを入れてきたんですが、ここで長い笛。1対1、狙うにはまだ距離があります。まだありますよ。なんか一人入ってますよ。狙いますよ。滝谷。サイドを使います。タッチ終わったところでタイムアップの笛です。0対0。本日の試合は